どうも小田丸です,木太郎ですじゃ今日は b ファーストが有吉ミュージックフェスに出演したのでそちらの感想とあと涼きがね NCT のゆうたと TikTok とか撮ってたのでそちらの話もしていきたいと思います。いやまず有吉ミュージックフェスなんだけどブブンブンバックよかったね,ねでもさトークシーンなんか有吉さんとどんな話するんだろうっていうのも、うん、なんか個人的には結構楽しみにしてたんね。 えなかったよよねねなななんかかか前後っったた、ね、まず歌唱シーンだけだったねいやそうなんよなんかそれがちょっとねあー見たかったなーみたいな確かにねそうだねリ有吉さんとかあと粗品さんとかもさやっぱ面白かったからうん、うんうん、なんかやり取りとかすごい見てみたかったよねいやーそう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 ちょこの天然な感じをね BE:FIRST <laughs> のちょっと天然な感じ、うん、すごい突っ込んでほしかったみたいなあるんよね そそそうそうそう確かにでもでもさなんかそもそもこの BBB ブーンバックをさ、うん、ブンブンバックのなんか紹介的なやつでさやっぱりバズってるみたいなさなんかすごい今来てるみたいな感じの説明なのはめっちゃ嬉しかったねうんそうだねあの紹介の感じよかったより、ね、振り付け動画が TikTok でオーバースにみたいなねいやそう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 んかこれは本当に今回さやっぱ有吉ミュージックフェスってさ なんかまあ特番だったけどさなんか参加するアーティストまあ多いけどなんかボーイズグループでは JO1 と b e f i s t って感じだったじゃんあとオクトパスもねうんそう,そうだからさやっぱ多いわけじゃない中なさなんかまずここに呼ばれたのもまあでもすごいのかなみたいなねそうだねなんかちょっと選ばれた感あるよねいやそう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  だからさまあ、もしこれがさ実験的なやつだとしてで、今後なんかあの今回特番だったけど、レギュラーになってまあ1時間とか。なんかそういうのになった時に。すごい！ビーファーストのトーク、有吉、うん、さんとのトークお願いします。みたいな。あ、そうだね。うん。でもさ結構その番組的にはさまビーファーストの出番って最後の方ってか。ほんと後半の方ってかマジで最後の方だったけど。 でもさ結構最初の方にさ「なんかリーバーストの出演は後半ですみたいなさなんか紹介とかちょいちょい入っててなんかも「もったいぶ」ってもったいぶるじゃないけどか <laughs> いい感じになんか「トリカー」みたいな「待っててね」みたいなさ扱いはすごい良かったよね。ああ思,思った思った思ったねその後はさ白い雲のように。 だったたりしたじゃい、うん、<laughs> い慣れてないか <laughs>、ね、<laughs> そんなぎこちない白い雲のようにの言い方ある <laughs> <laughs> そうあれはもうさ有吉さんが歌うからそういう最後のさやつだったじゃんねうんうんその前だったからね、うん。それでは聞いてください「ブンブンバック」みたいなだけ <laughs> もっとだから話してほしかったずっとそればっかりでごめんね <laughs> 確かに確かにそうだね結構末端にみたいなね あそうそう。フルサイズじゃないしね。えーねえ、<laughs> ちょっと。まあ、そうだね。そう。確かでもいいのとこなくて。<laughs> なかったってやったもんね。<laughs> うん。でもなんか結構最近さ、歌番組てか音楽番組ではさ、スマイラーゲンが披露すること多かったから。うん。まあ、ほかにシャリーワンとかもね、あったけど、やっぱスマイラーゲンが多かったから、なんか、ブンブンバックなんか久々に見れたかなって、すごい嬉しかったわ。ねえ。 やっぱかっこいいよねうんてか今回みんなめっちゃ歌よくてさいやわかるねえさすがすぎたよねうんいやなんか結構すごいねテイクみたいなんとかなんかグワーみたいなグワーみたいな <laughs> なんかさ <laughs> どこどこの話してる僕 <laughs> なんかさ生のなんかね迫力みたいなすごい伝わってきたよね ああ、わかるわかる。で、あとさ、その、歌唱シーンで言ったらさ、もっと細かいところで言ったらさ、ソータのさ、2>, うん、2番目のサビのところうん。の、まあ、真ん中、真ん中で踊るところでさ、あ <laughs> の、ライブで見たことあるすごい高いジャンプしてて、さすがってなったよね。いや、なんかすごい、なんかわからん、なんかいつもすごいけどさ、今日もマジで、いつにも増してな波にさ、めっちゃジャンプしとったよね。いや、てかさ、 <laughs> テレビでさここまでジャンプする人なかなかいないからすごいすごいと思わん <laughs> マジで、うん、いやすごいすごいねインパクトあるよねあとなんか颯タのラップの「振り返るような余裕はない」「Do or die」で「die、うん」でさ首を切るような振り,振りというかまあ動きをするんだけど、うん、かっこいいみたいないやーマジかっこいいしかも「die」でちょっと首食いってやってさ いや、切られた。切られた。うん。きっと、大丈夫、怖くないこれは。いや、ちょっと怖いよ。だよね、ごめんね。いいとか言ってごめんね。怖いよね。大丈夫、大丈夫。あとさ、あの、いっちゃん最初にさ、ピピ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  <laughs> 小せい音小せい <laughs> 最後カスカスだったよね。どっちも最後カスカスだったよ。うん。<laughs> じゃなくて、そのピュ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 のところでさ、りょうきがさ、マイクでさ、うん、レッツゴーと言ったあたりめっちゃかっこいいくらい。いや、かっこいい。<laughs> ねこういうの大好きじゃん、<ー>うちら。大好き。なんか音楽番組って言うと、やっぱりライブ感やっぱ増すもんね。 いやそうそう,そうでそれをさ、うん、そう音楽番組だからって言ってさちょっとせずにやる感じがなんか良いうんいやーマジでいいであとさその2番目の最初のさ黒ブラパートあるじゃん,うん、うん、黒ブラがちょっと右側来て前の方来てみたいなとこあるんだけどさなんかここはもうさもう尊い二人って言ってさやっぱり好きなんだけどなんかリュウちゃんんさ今日なんかシュントのことと触ろうとせんかった <laughs> そうなんか なんか不意にさ不意板の智美みたいな感じでさシュート不意にはセカンドシングルね板野智美さんのちなみに何年ですかそれ2011年 <laughs> ねなんですぐ出てくる <laughs> 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 ね、いいのよその年表はそうだねごめんごめんじゃなくてほんと不意に板野友美さんの感じでシュンとのさね、うん、とこなんか手を添えようとしてるからちょっとびっくりするよねうんちょっとドキッとしたよねねえ何みたいなんか始まったと思って <laughs> なんかねちょっと一瞬ねうん、うん、そうそうそう違ったんだけどさやっぱりなんかシュンとそうやっぱちょっと髪の毛切って可愛くなったからやっぱなんかちょっとね <laughs> なんか「あいなるほどねやめろよ」とか言いそうじゃない <laughs> そう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  <laughs> でさマナとはさあの真ん中来てさ「変わらないため変わってゆくだけ」のさ「だけ」のとこの言い方めっちゃ良くない わかる。あんななんで綺麗にさ、音落ちるんかね。う <laughs> まいこといや。そうそう。しかもやっぱなんか結構ね踊りながらやっとるんにさ、なんかちゃんとね、声もさ、どっしりとね。わかるわ。うん、だやっぱつなぎ来てご機嫌なんかね、ピンクのね。<laughs> ねピンクのつなぎかわいいよね。<laughs> そう、かわいい。あとさ、なんかさ、髪の色もさ、ちょっとさ、ピンクみというかさ、あの赤っぽい色だよね、少し。そうだね、なんか最近そうだよね。 そう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 、うん、なんかいい感じに合わさっとるんかねねなんかちょっとワインレッドっぽい感じでいい色だねねえマだとなんだかんだ髪結構チャレンジャーだからねうんうんしかも結構確かに伸びたねなんか長めでうんわ、うん、かるだから伸びたあとはもう一回合宿来るから今度はまたちょっと短くなるみたいなやつだから ねえ、雑草中の髪型の、あれね、変化ね。<laughs> そう。パターンあるんかなと思って。違うか。そうね。<laughs> 最終的には、あの、後ろ縛るから。<laughs> <laughs> そうだよね。トレンドってさ、やっぱ、繰り返すもんね。<laughs> そうそうそう,そう。あとさ、やっぱり、もう外せないのが、もうジュノンの、わかってないのあたりが大好き人間だから、うん、そう、ここ、ここ今回もめっちゃ良くて、で、 しかもさそのジュノンってさインタビューでさあのホーチかポーチのやつでさブンブンバックすごい楽しいみたいな感じだったじゃんああそうだったねそうだからその後半の感じ結構さ自由なところ増えてくるから、うん、なんかあそこら辺ジュノン見てたらすごいなんかなんかウキウキされてて <laughs> ウキウキとかしいけどああ結構フリーのとことかってことだよねそう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 すごい乗っててうわこれかーと思ってすごい納得したん ああ、確かにそうだね。改めてちょっと今だ、録画したやつとか見てたけど、そうだわ。なんかウキウキ、えー、ウキウキノンだわ。え、ウキウキノンでしょめっちゃよくないうん。そうだね。ブンブンバッカーウキウキワッチングって感じ。<laughs> ねえ、いいともじゃん、それ。そう。<laughs> How do you do じゃん、それ。そう。た <laughs> もさん。<laughs> あ,あと、レオ君のさ、2番目のサビのさ、 ベゴーグのとこさ「ウィネ」We「<laughs> ウィー」「ウィー」がさ「ウィー」だったね拳だったね確かに拳取っ,ったねいやーここアクセントーと思っていいいやわかるなんかレオくんのそういう強い感じオラつきみたいなやっぱたまらんよね かわかるわかるいやなんかほらワンちゃんのなんかさガルルルみたいなあもうワンワンのなんかお遊びだったんで可愛いねじゃり合いみたいなそうそうそうかわいいワンワンはガルルルルってなる感じよ今ってもう一回ガルルもう一回言ってガルルルルルル言えてねえガルルル上手なんなんけさ巻きたできんからさ <laughs> えこぶしできるじゃあむずいな。ありがとう。で、有、ま、吉、あ、ミュージックフェスもね、最高だったんだけど、まあ、今日さ、その TikTok で漁木と、まあ、NCT のユータがね、まあ、ブームバック、BBB、まあ、ビビビチャレンジやってくれたりとか、あとは漁木のね、 インスタのストーリーとかでもね結構長い TikTok で長い動画とか出してくれたりしていやなんかこれもさマジで最高だよねねだって裕タと涼樹なんてみんな嬉しいやろ <laughs>、うん、しかもしかも BBB 踊ってくれてなんかさしかも韓国これいや韓国俺もね日本かなと思ったけどなんか後ろのさネオン掲示板みたいなのがハングルだったから、うん、そう韓国なんよ え、もしくくは新大久保じゃなくていや新大久保じゃないと思うあでもコメント見たらさやっぱり韓国って言ってる方いるから、まあ、韓国かねっ漁じゃあ一人で行ったのかないやそうだよねだってさだってさ BE:FIRST で行ったやつってさまだ赤坊主じゃなかったよねうんてかなんならもうめちゃくちゃ前だからねあれはね、まあ、そうだよねそうだよねだからやっぱ 言ったんだ、ね、まあ雄たに会いにとか、まあ、もちろんお仕事かもしれんしあれだけどすごいよね、うん、ねえいやそういやすごいしかもさ2人ともサンダルでさこのしかもなんかオフショットっていうかさ普通にねお酒とか飲んでる写真とかも上げてくれてるから、うん、本当になんか本当にプライベート感で撮ったんだなみたいないやマジで仲良さそうって思うよね、うん、ねえマジ自由だもんだってこれ踊った後二2人でスキップしてなんか道路でスキップしてぐるぐる回っとるもんね えそうなんこんな自由な TikTok 始めてみたよぐらいの勢いなんよ、うん、マジでそうだって普通にねだって後ろでねあの多分一般の方であろう方が外のテラスでねお酒飲んでるご飯食べてらっしゃるんようんうん、うん、大丈夫雄タとか大丈夫みたいな雄タ <laughs> ね大丈夫ってのあるよね、うん、そう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 まあ、だちょっと変装はしとるんかもしれんけどね うん、でもさ、雄タ変装してたのさ、両家赤坊主だからすげえ目立つよね。<laughs> <laughs> なんだ、あの赤坊主とはなるね、明らかに。そうそうそう。でもちろん知ってる方は知ってると思うからさ。うん、ね<え>いや、すごいじゃあ、この2人見かけたらびっくりするよね。ねえ、やばいよね。絶対なんか絶対スターだなってなるよね。うんなるなるなる。もう顔が違うもん、もうお顔のさ作りがはっきりの2人だからさ。そうそうそう。 うん、花だもんね二人ともねうんでもさゆーたが BBB をどんどのもすごいいいよねいやそうなんそうなんねえんかだってさあのそもそもさ NCT を普通にさなんだキータロさんはさファンクラブも入っててさもうがっつり好きじゃんうんそう NCT から NCT を先に知っててその NCT ってそもそもさ貴族だと思ってるじゃんうちら <laughs> まあそうだね <laughs> そうそうそうなんか高貴なお方の集まりだと思ってるからさなんかそのその裕太と漁きがここまでこんな仲良くなってしかも b ーファス s t の曲踊ってと思ったらだいぶやばいよねやばいよだからなんかもういろいろやばいけどやっぱ漁きやばいなみたいな、うん、なんかもう漁きのこのなんていうの関係性人とのさ関係性築けるこの漁きパワーっていうかやっぱヒョンと BBB って言ってるしうん もうプライベートでもがっつり遊んでるしさなんかマジすごいよね良期ねえこんなにお酒をさ飲んでるさところを写真でみんなに見せてくれるアイドルもなかなかいないよまあそうやっぱ芸能やられてるさやっぱアイドルとかアーティストの方とかって SNS で「お酒は?」みたいなのあるじゃん、うんうん、全然おしげもなく見せてくれるのいいよねいやそうそう <laughs> またさなんか友情の杯みたいな感じのやつじゃんこの組み方みたいなの クロスしてみたいなやつだよね。えー、今今時はそういうやつなんですか。いや他そういう飲み方したことない, <laughs> いそうなんですよ。私たちそんな飲み方したことないかちょっとわかんないよね。<laughs> そう、まあでもだろうね、きっとね。うん、なるほどね。 なんか桃源郷で飲むっていうのはやっぱ兄弟のちぎりをさかわすわけだからさあごめん三国志の話しとるね、うん、今 <laughs> 全然何の話なんだろうなと思いながら聞いとったわ今そういうあれに近いかもしれない何かちぎりをかわした感すごい感じるわこの二人のこの感じああそうだね以上でね今回は b ファ i r s t が有吉ミュージックフェスティバルに出演したのでそちらの感想と あとね、漁旗がね NCT のユウタと TikTok で BBB チャレンジしてくれたんでそちらの話をしてたんだけどいやなんか同じ日にさなんか面白い供給っていうかなんかねなんか思わぬ供給も来てめっちゃ面白かったねねえどっちも最高なマジでねえ、まあ、だからさ BE:FUST の次の活動が楽しみだよねそうだね <laughs>